皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターシールドやりましょうか。さてね、今から新しい街を目指していくんですけど、ホップくんどうした？いいこと思いついたぜ。特訓しようぜ。なんでだよどうして特訓なんでするの急に。ノリで OK してくれよって。いや、そうだ。いや、君なんでか急にそんなこと言い出したの。ジムチャレンジ勝ち続けられないぞ。まあライバルやもんな俺たち。ああ、こう戦うのか今から。じゃ戦う前にちょっと一旦ポケモンセンター行きましょう。ここ行ったことないセンターですよね。あ、出たお店。わざましい売り場あった。マジか。え、高。でも欲しいのがない。臨床はちょっとでも、喉スプレーがあったから、音に関する技で威力60もあったら十分だけどな、臨床。いや、でも、いらない。バイバイ。お金貯める。労働の疲れを癒すのさ、っていう。ジムかサッカーの試合、どっち見ようかな。サッカーもあるんだね。ポケモンがサッカーしてそう。ポケモンが得意なこと。人間が得意なこと。分担すりゃいいんだよ。あ、確かにな。素晴らしい考えです。バイトが楽しかった一日だ。がっぽり働いて、がっぽり儲けてやりましたよ。お疲れ様っすわ。こんにちは。あ、これあれや。生命判断はいいや。あれや、この人あんま関係ないんやった。こんにちはっす。回復だけお願いします。じゃ、回復してからね、ホップと戦いますか。勝てるかな俺のパーティーで。だいぶみんな強くなってきたから。多分ホップ戦でね、そろそろね、進化できると思う。レドウムシって言うんだ、あいつ。モフコってしかわかんねえ。サッチムシからやったっけ。よし。さあ、特訓するか。特訓しようぜ。よっ。ノリがご機嫌だな。他のライバルたちに負けないように俺たちも盛り上がるぞ。というわけでいきましょう。バーサスライバル戦、ホップ。ホップ勝負。ホップ、ステップ、ジャフ勝負。ダイマックスはしてこないよな、さすがに。さあ、ウル。なんかポケモンが増えたんだっけ、確か。ホップは。なんだろうね。さあ、モサッコ頑張ってくれ。虫タイプのポケモン。ジムチャレンジで勝ち進めるか。お互いの力確かめ合うぜ。なんか光ってて可愛くないね。あ、どうしようかな。虫の抵抗の方がいいかな。でもエスパータイプが入ってんだっけ。どっちの方が威力高いんだ。威力50。50。どっちも一緒だな。じゃあ、念力にするか。体当たりだって。痛い。いや、あんま痛くないわ。念力。ふえふんふえふんふん。混乱しないな。3ターンかかりそうだね、これは。鳴き声。攻撃力を避ける技。だけど、ね、なんだろう、モサコ。モフコじゃなかった。モサコは特攻アタッカーなので、ね、そんな食らいません。混乱してほしいなと思ったんだけどね。なるべく今まで使ってなかったポケモンのね、出番の機会にさせてあげましょう、今回は。いけ。いいね、みんな。ナイスナイス。さあ、まずは1匹。次は誰？よし。経験値。うわ、めっちゃもらえた！モサコはレベル13にアップ。経験値の量高いね。さあ、カムックスもレベル13のアップ。みんなアップや。さあ、ヒバニーちゃん変えようぜ。ヒバニーちゃんは泣き虫でサクサク落としてところではあるけど、どうしようかな。ねえ、なんかいいのいないかな。カムックスで行くか、カムックス。ね、使ったことあるけど。水タイプのポケモン別にもいるからね。さあ、カムックス！かっこいい。カムックス進化したらどうなるのかちょっと俺楽しみなんだよね。よし、とりあえず水鉄砲や。ほら、ヒバに電光石火。足が速い。ピューどうだ、半分いかないか。硬っ、てかレベル高くね。さすがだぞ、タイプ相性分かってんな。今回のポケモンからなんかやたらとね、こうやって、あるよね。なんか直前に、あとはなんかいい感じのイベントのセリフが。さて、高校に出すと技の威力が上がる。しっぺ返し。あんま食らえへんなしっぺ返し。じゃあ水鉄砲でいいか。さて、あたり。ヒバニーはやっぱ強いね。カムックスも結構食らっちゃったわ。ほら。さあ、これでヒバニーを落とす。あと1匹やなってポケモン。よし、経験値がっぽりや。少ないな、経験値。ヒバニー。ここがな、鳥柄、お前か、最後。だったら、福岡さん出すか、福岡さん。行くぜ。ほっぺたパンパンです。福岡です。ピンチ？違う。ね。さ、逆境に強い男。ホップ。おう。鳥柄。T
緊張感、木の実が食べられない。うわ、木の実何でも食べて回復するって能力持ってるから結構相性は悪いのかもしれないね。まあ、とりあえず体当たりしましょうか。タイプ1プラス道具の効果で威力アップ。痛い。ツンツンしないで体当たり。えい、めっちゃ効くやん。急所かい。急所に当てるとはお前の本気やばいぞ。なんでそこまでいちいち褒めてくんのねえ。運が悪かったぜとか言ってくれよなあ。難しくなるわ俺。さあとどめだ、くらえ。よし、やっつけた。3000勝利やな今回。イエス。メインじゃなくてもね、全然戦える俺たちのテンスは。カムックスとモサコだけちょっとレベル低すぎるから上げてあげなきゃな。ちょっとよっしゃ、大勝利。トレーニングになったのか。気を引き締めないとまずいぞ俺。ね、俺に全敗してるからな今ホップ。ちょっとね、お兄ちゃんに教えてもらいや。ポケモンもらったらポケモン1匹ぐらい。さすが俺のライバルだ。お前の強さを認めてリーグカード渡しておこうぜ。え、ありがとう。リーグカード俺のもいる。かっこいいよ俺のリーグカード。今エンジンシティから始まる俺たちのジムチャレンジ。最高の最初にジムリーダーは遠く離れた町にいるけど、絶対最後まで勝ち進んでチャンピオン挑むぞ。そうな、お兄ちゃんと弟のバトルって絶対盛り上がるよね。で、ハロンタウンのホップが次のチャンピオンだー。ハロンタウンってところがもうマサラタウン的な感じなのかな今後ね。伝説、もうチャンピオンを続々と生み出す最強の街。さあ3番道路。え、傷薬使えよっていう道具あんま買ってないんだけど大丈夫かな。大きなキノコ、これ売れるんだっけ、あんま分かってない。ガラル地方のジグザグマー、欲しい欲しい。モサコ頼む、捕まえてくれ。な、これ悪タイプか、わかんねえ。効果なしだって。だ、虫の抵抗や。ほら、バークアウト。やっぱ悪タイプの技強い、最強抜群。やーん、特効が下がる。そうか、バークアウト確実に下げていくんだっけ。やだなこいつ。それでも効果抜群アタック。捕まえるか俺も。特効下がった、お互い下げ合うね。よし投げるぜモンスターボール。いや、ちょっとこれ可愛いよね、白と黒のね、オシャンティーボディだね。え、3来い。よっしゃ。ジグザグマ、ジグザグマのガラル姿は育てたいよね。ちょっとなんか進化して図鑑が埋まりそうだったら変えていこうかな。イエーイ、登録されました。ガラルの姿だって。この姿が一番古いジグザグマの姿らしい。ジグザグ動いて辺りをね、荒らすぞ。悪タイプ、悪いやつじゃん。あ、ちょっと待って、名前つけようと思ったらな、B ボタンでキャンセルしちゃった。ちょっと、いや、僕そくとこ、とりあえずバイバイジグザグマ。また今度名前つけてあげるね。じゃ、みんななんかジグザグマ のいい名前考えといて。で、これ何このポケモン、これ初めて見た。鬼面か。なんか可愛い。ねえ、女の子やん。姫ちゃんやん。すごい、頭の髪飾りみたいなのが。すごいいいね。草タイプだろうか、これ。とりあえず虫の抵抗しとこうか。モサコ。うわ、抜群。よき。さあ、特攻下がって。綿毛？何それ、綿毛って。殴るとなんか、発動すんのかな。歌われたんだけど。おやすみなさい。うわ、めんどくさ。とりあえず捕まえようぜ、こいつ。ね、かわいいヒメンカちゃん。えい。ワイルドエリア以外に出てくるポケモンは基本、全部新ポケなのかな。さあどうなるかな今回は。いけ、うんちうんちという、うんちじゃねえよ。お、すいませんでした、思わず出てしまいました。いや、うんちが出たわけじゃないですよ。はい、ということで見事ゲット。ヒメンカちゃん、新しいポケモンです。花飾りポケモン、タイプは草です。そよ風でくるくる回りながら楽しそうに歌う愛らしさに、見せられ育てる人が多い。だって可愛いもんね、ヒメンカちゃん。じゃ、君の名前はオタサ姫だ。さて、僕そくとこが、今いる手持ちのポケモンある程度ね、そろそろ首にしていくことも考えなきゃいけないんだよな、ほんと。まだ俺にはできねえ。さあ、とりあえずバトルするか。え、ちょっと待って待ってよ、入れ替えるか、いい戦闘。眠ってるで、モサコ。おやすみマンや。おやすみムーミーマンやけど。かー、ちょっとみんな回復してないんだな、今。一旦回復してくるか。お、ちょっと待って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 、もう邪魔じゃん。ガーディーじゃないか。ガーディー。新ポケだけじゃなかったわ。ガーディーはね、
かわいい。かわいい強い。ちょっとガーディ捕まえれるかな。めっちゃ強いよ、このガーディ。ねえ、攻撃力自分で上げて、火炎車とかしてくるから。もう、モサゴ、速攻死んじゃったんだけど。さあ、とりあえずゲットです。ガーディ。イエス。まあ、ガーディとかはね、関東地方のポケモンですのでね、パティには入れませんが、かわいい。子犬ポケモン。忠実な性格で、親のトレーナーを守るため、必死で相手に吠えかかるぞっていう。かわいいです。おー、めちゃめちゃガーディちゃんとか君たち外まで追っかけてこないの。それではトレーナーとバトルしましょうか。こんにちは、お嬢さん。開会式見たでしょ？テンション高まって戦いたいの。あ、開会式見たってことは、この人トレーナーじゃないのかな。ジムチャレンジ出る人じゃなさそう。ミチルちゃんです。ミニスカートと短パン小僧ぐらいしか、まあ、出てきてないよね今のとこ。さあ、福岡さん頑張って。福岡さんのボールから出てきた瞬間のなんか笑顔めっちゃ可愛くない？しっぺ返ししたろ。出た。読み通りだぜ。さあ、しっぺ返し。福岡さん、ぶっちゃけ弱いからな。一番の首候補やからね。もう、ねえ、今までありがとう。かわいい。ロコンとかガーディとか、やっぱ初代の炎ポケモン、かわいいね。ね、柔らかそう。みんな。ブーバーはただし勘弁してくれ。ブースターかわいいしね、ブースターとかも。おっしゃ。さて、レベル13組がみんなレベルアップ。おめえ。カムックス、おめえ。守る覚えたいだって。いや、守るいらない。さあ、みちるちゃん撃破。一匹だけだったんだ。高まってる。1000円くれた。めっちゃ金持っとるやん。ありがとう。あれ取りたいなぁ。うえ、邪魔じゃ。なーにかな、これは。ヘイ。ヘルボール。ボールだぜ。ね、捕まえたポケモンを回復するやつ。さあ次、これ女の子だ。あ、目が合っちゃった。私が学んでいるのは外国語にパソコンポケモン。ね、すごいじゃん、パソコンポケモン。スクールガールエミちゃん。で、カーディガンが可愛いね。青いカーディガンだ。黄色いカッターシャツ。あ、ヤンチャムじゃねえか。ワイルドエリアにいたね確か。福岡さん、戦えるが格闘タイプだよね確か。だったらノーマルか。進化すると格闘がつくのかわかんないけど、全然効かねえ。巴投げ。やば。やべ、抜群だ、福岡さん一撃必殺。強。急所はきついな。やべ、やられちゃったか、いきなり。ちょ、仇取ってくるか。エスパータイプでいくか。お前、虫ポケモン、エスパーポケモンに勝てると思うな、もう、モサコ。モサキネシスしたい。念力。ピンポンパンポンペン。ああ、格闘タイプだったんだね、やっぱ、こやつ。巴投げ。今一つだよね。痛い。急所で4しか食らわねえのか。ああ巴投げってそういう効果なの？入れ替えてくんだ、ポケモン。あら、ビンタしたろ、ほら。何すんだよ、ほら。よし、やっつけた。ちょっとドキッとした。ヤンチャム強っ。意外と厄介だったね。ふくよかさんレベルも上げられへんかったん悲しい。でもついにレベル16になりましたよ。枕とね、泣き虫シング。そろそろ進化しないかな。負けちゃったよ。どまーい。進化しろ進化しろ進化しろ。きた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 。俺今回の御三家のね、進化の状況俺知らないんだよね。最終進化どんな姿とか。さて、わー、うん、あんま可愛くなくなったなお前。さあ、泣き虫ングはジメレオンに進化した。あー、カメレオンみたいな感じだね。ジメレオンで、ね、なんかな、陰キャになったね。理科系の男をポケモンにしましたみたいな、ね、水トカゲポケモン。頭がよく面倒くさがり、縄張りに敵が近づかないようね、そこかしこに罠を仕掛けてる陰キャやん。陰キャマロに名前にしときゃよかったわ。泣き虫からお前どういう進化解けたんや。キャーン。さてと、ここはなんだ。お得な掲示板、道路でもキャンプ開けますよ。キャンプするとポケモン経験値をもらえたりとかできるっていう。へえ、経験値だけなんだ。ちょっと帰りてえな。ちょっと待って、みんな一回ね、回復のために帰ってみましょう。空を飛ぶが使えるようになったので、空を飛ぶしてみたいんですよね僕。ここエンジンシティまで行ってみましょう。あー、なんもムービーみたいなのないの途中の。
あれこれも持ってないよね、このポケモンも。まっ、これなんだっけ、名前忘れちゃったけど、ね、スカンプーか。まあ昔のポケモンやな。捕まえましょうか。モンスターボールも補充しとかないとな。もう20個切っちゃったよね。さあスカンプーちゃん、図鑑海のために協力してくれよ。来い、よし。これ3回転がった後、息が止まっちゃうんだよ、いつも。で、ふーってなる。ふーって。よし。さあ、どうや。スカンプー。スカンクポケモン。尻尾を上げて、お尻を向けたら要注意。気絶するほど臭い汁を飛ばす。臭そう。臭丸やな。はい、ではね、さっさとこの奥まで行きましょうか。ザコデキ的に勘のやつらはね、もう無視していこうと思います。君は戦う？俺と。戦うかい？いいよ。おいで。おいで。来ないよ。お、ポケモンの代わりにトレーナー派遣。ね、チェックしまーす。ポケモル。スクールボーイだって。さっきスクールガールだったからね。制服なのかな？さすぼみ。あ、ホテルのやつだ。すぼみインのとこにいたやつやね。よし。まあまあ、問題ないでしょ。倒すね。さあ、これでスボミーは撃破やろ。な、吸い取るばっかしてくんな、吸い取る。吸い取るって昔なんかめっちゃ火力上がったよね。吸血だけさ上がったのは。イェイ。福岡さん弱いな。やっぱ一撃で倒したくなっちゃうけど。まあ、今はレベル上げやと思って。ヒメンカちゃんだって、ヒメンカって草タイプだよね。で、モサコ。かましてくれ、モサコ。ヒメンカちゃん。よいしょ。モサコはなんか出てきても顔表情がわかんないよね。かわいい。ヒメンカちゃん。よい。抵抗してくれ。ほら。一撃じゃなかった。くそ。ヒメンカちゃんどんな技していくんだろう。高速スピン。あれ？素早さが上がった？あれ高速スピンってそんな効果ついてたっけ？新しい効果ついたのかな。高速スピンってなんか今までさ、なんだっけ、ステルスロックって飛ばすかっけね、で、毒針とか、ね、をなんか、どかすみたいな効果だったじゃん。ね、それがなくなったのかな。それプラス素早さも上がったのかな。素早さ上がる効果って結構いいよね。ソニアさんどうしたの。よっ、ジムチャレンジャー、開会式かっこよかったよ、照れる。あれ、ホップはなんか置いてきた。うん。先行きました。あ、行ったのかな。いても立ってもいられないのか。やっぱ兄貴に追いつきたいんだね。じゃあ、面白いこと教えてあげる。何？あの奥？工場かな？排気ガスで。ねえ、すごい出てる。あそこはローズ委員長の会社。何作ってんのあれ。3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えてるんだよ。へぇー。ガラル地方のエネルギーも委員長が支えてるってわけ。電気とかかな、多分。なんか水蒸気の街だったよね、エンジンは。よくわかんない人だけど、すごいんだよね、ローズ委員長って。頭いいんやろな、めちゃめちゃ。ねえ、穴抜けの紐あげる、ありがとう。ダンジョンから出るアイテム。これどういう効果なんやろな、穴抜け紐って。ダンジョンから抜け出すことができるよっていう。あ、ありがとう、元気にしてくれたの。ターフタウンまでの道のりも長いけど、それもチャレンジだよって。まだあるの？ターフタウンまで。遠いなぁ、だいぶ。なんか、さっき技マシンがチラッと見えてたよね。それ取りに行きたいんだよね、技マシン。何このポケモン。これ初めてだよね。誰だ、君は。何こいつ！ターンドーンって、ね、石粒っていうのを、なんか怖くしたポケモンみたいな感じ。岩タイプ？悪タイプ？鋼タイプ？なんだろう。でもあんまり防御力高そうじゃなかったけどね。どうだ、よし、ゲット。タンドン。タンドンいいな。手持ちに入れようかな。福岡さん首にする。トリガラもレベルアップ。蓄える覚えたい。だって忘れよ。蓄えるは強いやろ。噛みつく。防御と特防を上げる技なんだよね。頬張る消すか。木の実持たねえし、あまり。ね、なんか結構、めんどくさい敵と戦うときには、蓄える使えそう、めちゃめちゃ。飲み込む覚えたい？そう、蓄えると飲み込むセットか、これ。蓄えた力を、なんか飲み込むっていう。そのままやな。タイエタに噛みつくしっぺ返しめっちゃ使ってんだけどな。いや、忘れるか。噛みつくのが好き。噛み砕くが一番いいんだけどね。よし。
さ、蓄えると飲み込む、吐き出すも覚えた。吐き出す、あ、ノーマル技やん。蓄えた力をぶつけるっていう。で、ちょっと耐えたり忘れるか。じゃあ、蓄えて飲み込んで吐き出すか。あ、そういうタイプなんやな、福岡さん。ね、ご飯をいっぱい食べて蓄えて、カロリー蓄えて、溜め込んだりする技。オッケー。ついばむ。どうしようかな。続く。よいしょ、突き上がる、消そう。よし。いっぱい技あるね。ついばむ。ついばむ好きよ、俺、結構。進化しないかな、誰か。しなかった。はい、タンドン。岩だ。石炭ポケモン。あー、石炭をと採掘してるんだ、鉱石って。一輪車のように走り回る石炭を燃やして生きている。え、大体みんなこんな名前じゃね。タンドン、テンドンでいいでしょ。テンドン食いてー。テンドンも好きなんだよね、俺。ちょ、お嬢さん、ちょっと今戦えないの、俺。なんで邪魔しないで。私のポケモン見ないで通り抜きなんて話ある。見てほしいのか。見てやるよ。見るだけな。うん、ひろみちゃんね、かまってちゃね。あ、チョロコね、今、チョココロネかと思っちゃった。ちょっとお腹すいちゃった。チョココロネさん、撃破。蓄えてから吐き出すの威力結構高いな。ね。です。もう一匹何？星ガリス！かぶってんじゃん、キャラ。変えとこ。初めて出すね。泣き虫ング進化後の姿。陰キャになったやつ。なんか手袋と靴下が緑でちょっとダサいみたいな格好してるけど。カエルに近づいてないか？おめえ。ちょっと星ガリス倒そう。えい。レベルでもなんだかんだ言ってちょうどいい感じになってきたね。この辺になってくると。よっ。さて、経験値。いい経験値。ひろみちゃんおつ。勝ち負けはいいの？ポケモン見せたかった。あ、そうなの？いや、まあ、可愛かったよ。うん。チョロコネちゃんが可愛かった。あ、出た、木の実。取ろうぜ。これ、木の実やりすぎたらね、あのポケモンが降ってくるので、ほどほどにしましょう。3回降ろう、3回。あと1回。これで終わり。よし。もう1回やろう。これで終わりとか言ったけど、もう1回な。もうやめとこか。よし。ゴチ。さあ、たくさんの木の実ゲットです。これ、カレーの材料です。ですから、皆さん、カレー。という技マシン、これなんだ？袋叩き！うわ、悪そうな技ゲットしたで。ね。みんなでタラコ殴りにするっていう。味方全員で攻撃する。仲間のポケモンが多いほど技の攻撃回数が増える。すげえ技だな、これ。袋叩き、悪タイプの技ですね。覚えないんだ、これ。悲しい。さあ、皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。なんとか途中までね、進みましたが、全然進んでないな。バトルとかはね、今後ちょっとうまくカットするとかどうか考えていきたいと思います。また見てください。次回ね、ジムのとこまで行きましょう。